6月17日木曜日、大雨。今日もまた僕の存在を否定された世界で目が覚めた。誰も助けてくれない。何もしないで過ごした一日。いつもと同じなのに、僕が先の中にいるのに気づいた日から何かが変わった。空白の時間が辛い。いっそのこと僕とサジが一緒になればこんな思いをしない。住むのにできない。一度違いを認識してしまうともう一緒のままではいられない。気づかなきゃよかった。現実を見なきゃよかった。居場所のない僕はそのことを認識するたびに震えてる。狂ってる。僕は狂ってる。自分が恐ろしい。怖い。僕の世界はどこだ？僕の世界はどこだ？そうつぶやいた何回目かに思い出しました。僕の世界を。僕の居場所。あったじゃないか。あそこにいるとき僕は僕でいられた。希望の世界だ。さっきは僕。さっきの言葉は僕の言葉。杉崎先生もカイザー祖父も間違いなく僕があった。ネットにつなぐ。気持ちが高ぶる。希望の世界にいるとき僕は現実を見なくていい。僕の世界だ。現実なんて見るもんか。僕には希望の世界があれば十分だ。現実なんてもういらない。ミキ君からメッセージが来てる。開く気にならない。ミキ君は渡部さん。現実とつながってて不愉快だ。消えなとメッセージを送っておく。これで希望の世界には来なくなるだろう。邪魔者はいなくなる。渚さんが繋いでる。ああ、会いたかったよ渚さん。渚さんだけが僕の味方、僕の唯一の理解者。ずっと一緒にいようねって言ってくれた。悩みがあるなら相談に乗るよって言ってくれた。助けて渚さん。僕は今現実に居場所がなくて悩んでるんだ。ネットでは僕の存在が許されてる。僕の相手になって。助けてよ。僕の相談に乗って。答えはいらない。相談に乗ってくれるだけでいいんだ。そうやって話をすることで僕は自分の存在を確認できる。だから手伝って。助けて。僕を認めて。メッセージを送れば返事が返ってくる。会話できる。渚さん、渚さん、渚さん、僕のメッセージを受け取って。助けて渚さん。誰かが階段を上がってくる音が聞こえる。ギシギシと一歩ずつ踏みしめる音が夜の家に響いてました。その音は次第に近づいてきて部屋の前で止まりました。代わりにトントンと乾いたノックの音が聞こえます。僕はゆっくりと振り返り、どうぞとさっきの声で言いました。ゆっくりとノブが回り、ドアが開きました。サチちゃん大丈夫？何か助けてほしいことある？僕はサチの顔を静かに微笑ませ、抑揚のない声で答えました。大丈夫、もう平気だよ、渚さん。その言葉は自然に出てきました。階段の音を聞いた瞬間から僕は全てが分かったような気がしました。そうならいいわ。悩み事があったらいつでも言ってね。うんと言葉に出さずにうなずきました。その時のサチはとても優しい笑顔をしていたと思います。もう平気だからと渚さんにも聞こえないくらい小さな声でもう一度つぶやきました。サチの笑顔に満足した渚さんは、じゃあねおやすみと言って部屋を出ようとしました。ドアを完全に閉め切る直前、ちょっとだけドアを戻して僕の方を見ました。いつもと変わらない悲しげな目をしています。サチちゃん、お母さんがいないと何もできないから。そう言い残しドアを閉めて母さんは階段を降りていきました。階段の音が聞こえなくなった途端、涙が溢れてきました。僕は立ち上がり壁に頭を打ちつけました。手で壁を叩く。何度も何度も。激しいおえつが漏れてきます。涙は止めどなく流れます。悲しみが僕を支配しました。なぜこんなに悲しいのかわからない。問答無用に悲しみが襲ってくるんだ。僕はと叫ぶ。泣きながら叫ぶ。大声は出ない。かすれた声で叫びました。僕は。涙は止まらない。歯を食いしばり頭を抱えてうずくまりました。僕はともう一度叫ぶ。この続きが出てこない。みっともないほどうめき、
滝のように流れる涙を抑えることのできないまま、僕はうずくまることしかできなかった。この涙は今もなお流れ続けています。このまま僕は一生分泣き尽くしてしまうんじゃないかと思いました。他に何も考えることができなかった。逃げられない。僕は一生この悲しみの感情から逃げられない。受け入れることもできない。僕はとまたかすれた声で叫び、これ以上ないくらいの絶望感を感じました。誰も助けてくれない。